おはようございます。それでは大臣よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。本日の閣議におきまして消費者物価指数について報告いたしました。そのポイントを説明いたします。10月全国の生鮮食品を除く総合は1年前に比べ 0.4% の上昇と34ヶ月連続の上昇となりました。これは外食などの生鮮食品を除く食料や火災地震保険料などの設備修繕維持などの上昇によるものでございます。消費税率の引き上げもございましたので上昇幅は前月よりも 0.1 ポイント拡大となりました。1年前と比べた消費者物価は穏やかな上昇緩やかな上昇性傾向で推移しています。詳細につきましては統計局物価統計室にお尋ねください。それから総務省の国際戦略についてでございますが、5年余り前に総務大臣に就任してからちょうど1年半が過ぎた頃に、ICT や郵便だけではなくて統計や行政評価、消防や地方自治などさまざまな案件の海外展開について縦割りを排して進める必要があるという問題意識を持ちました。これは大臣室にさまざまな国の閣僚がお見えになるときに、たまたま情報通信の担当部局だけが同席をしていると、または統計関係の部局だけが同席しているというようなこともあり、その同じ国に対してさまざまな局からですねプッシュし売り込めるものがあるものですから、また出張も同じ国に別々の局の人がたびたび訪ねるということも経費の無駄遣いになる、こんな問題意識がございました。そこで総務省全体の総合力を発揮するためにそれまでは情報通信国際戦略局でございましたけれども、これを国際戦略局に改めた上で総務省全体の海外展開戦略を国別に策定するということにいたしました。で、私はその後総務大臣を退任をいたしておりますけれども、これらの局の変更も実現し一定の取り組みが行われてまいりました。で、今後は高齢化などの課題を乗り越えて日本の国際的な地位を確保する必要が一層高まっております。国連の定める SDGs の達成に日本としてさらに貢献していく必要があるなど状況が変化してきております。そこで一昨日20日でございますが、政務三役や全部局の局長などの幹部が出席する省内の会議を招集しまして、国際戦略局長の下で総務省としての総合力を一層発揮して海外展開を進めるためのより実質的な行動計画の策定に着手するよう指示をいたしました。年度内に策定をお願いをしています。詳細は国際戦略局の総務課にお尋ねください。私からは冒頭以上でございます。次に入ります。幹事社の日経新聞から一問お伺いいたします。税制改正についてお伺いいたします。テーマとなっている 5G 基地局の投資促進税制について、当初の総務省の要望としては整備を前倒しすれば 5% の税額控除をするものでしたが、政府与党内では中国メーカーを念頭に安全性確保の要件をつけることや税額控除を 30% に拡大する案も議論されております。当初要望から大きく変わったことへの受け止めと税制改正大綱の取りまとめに向けて総務省として 5G 税制についてどのような主張をしていくかお伺いします。はい、5G は21世紀の基幹インフラでございます。我が国経済の国際競争力を強化するということとともに、地域が抱える課題、社会課題の解決を図っていくために極めて重要だと考えております。それで総務省からは本年8月にローカル 5G や携帯電話事業者による 5G 基地局の整備を促進する新規の税制改正要望を財務省などに提出をしておりました。
で総務省の当初要望では法人税の税額控除割合を 5% としておりました。まあ、この点について、去る11月15日に、開催された自民党総務部会におきまして、議員の皆様から、5% の税額控除では不十分だと、30% の税額控除にするなど思い切った踏み込みが必要だというご指摘をいただきました。で総務省としましては、まあ、そういったご指摘も踏まえながら 5G の、 早急な整備を、推進するためにまず 5G 投資促進税制の創設は、きっちりと実現してまいりたいと思って、おります。まあ、最終的にはこれは今後の税制改正プロセスの中で、決まっていくものだと思っております。でなお安全性信頼性が確保された 5G インフラを早期展開をするということは非常に重要でございますので、その仕組みを検討しているところでございますけれども、特定の国や企業をのこの製品調達をまあ排除するといったものではございません。各社さんいかがでしょうか。時事通信の吉本です。関連して税制改正に関する、議論の中で、電力ガス会社に対する法人事業税の課税方式も一つのテーマになってますけれども、現行方式を一部見直すのではないかという報道もありますが、これも大綱の取りまとめに向けて総務省としてどう臨んでいかれるか教えてください。はい、経済産業省の方からは、電力ガス供給業にかかる、法人事業税の課税方式の見直し要望が、出されていると承知をしております。これに対しまして全国知事会をはじめとする地方団体からは、法人事業税の、収入金額課税は受益に応じた負担を求める課税方式として長年にわたり外形課税として定着し、地方税収の安定化にも大きく貢献しているということから、制度堅持というご要望を頂戴しております。でまた先般地方財政審議会からも、収入金額課税を堅持し地方税収を安定的に確保すべきとのご意見を、賜りました。今後これも税制改正プロセスにおいて、議論されることになりますけれども、総務省としましては地方団体の声なども踏まえて対応していきたいと考えております。共同通信タイです。昨日の、携帯電話の契約状況に関するアンケートの結果について伺います。料金が安くなったとの回答については 26% にとどまったようですけれども、ご見解をお願いいたします。はい、改正電気通信事業法は、10月1日に施行されました。これは通信料金と端末代金の完全分離と、行き過ぎた、基幹拘束の是正などを内容とするものでございます。で総務省ではこの改正法施行による、通信市場端末市場の変化について評価検証を行うということで四半期に1回利用者意識調査を行うこととしております。改正電気通信事業法の施行は10月1日だったのですが、ご指摘の調査はこの改正法施行前の9月末に、全国の6000人を対象にインターネット上で実施した第1回の、調査で、ございます。一昨日の有識者会議、では、この意識調査を継続的に実施して、今後の評価検証において、活用していくことを、期待する、旨のコメントを、いただきました。で、いよいよまだ改正法施行後の調査は、してないのですけれども、せっかく、法律が施行されましたから、拘束期間がない、プランの、料金水準の引き下げでしたり、また解約薬金の廃止引き下げなどの動きも出てきております。総務省ではこれからも利用者の意識の変化については継続的に調査分析をさせていただいて政策に反映させていきたいと思っております。どうでしょうか。よろしいですか。
とは大臣ありがとうございます。よろしいですか。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。